ご視聴ありがとうございます。ちひろでございます。エルダースクロールズオンライン、グループダンジョンシリーズ第2弾、スピンドルクラッチ1、こちらのね、クエストを、皆さんにご紹介していくために、ちょっとソロで、攻略していこうと、思っております。はい。というわけでね、ここはですね、まあ、ダガボルガバナントで、ゲーム始めた方なんかがね、最初に多分、まあ、見つけるグループダンジョンであろうかと思います。グレナンブラにありますね。ここはダガホール。まあ、ちょっと冒険するとこの辺り、ね、スピンドルクラッチ1という、グループダンジョン見つかると思うんですが。まあ、最初なんでね、そんなに難しいダンジョンでもないですが、まあ、何も知らないと多分ここにね、ソロで訪れて、うん、ちょっとね、どんなもんかと入ってみて、ね、少しすると多分敵がワンサといるんで、まあ逃げ帰ってくるとは思うんですが、うん、ちょっとね、まあ私もだいぶやってますので、ソロで、この辺り、ノーマルであればね、攻略するのはまあいけるかというところなので、ちょっとね、まああれだね、ソロでやるとクエストのね、ご紹介というか、まあ、進行が、うん、まあ邪魔されずに済むという側面もありまして、うん、まあ別にソロで挑まなくていいんですよ。お友達とね、4人で、クエスト見ながら、のんびりね、のんびりクエスト見ながらやっていくのが一番おすすめなんですけど、ちょっとそうもいかないかなと、まあ、いう感じなんで、私の場合ね、うん、ちょっと、一人で行けるところまでは一人でやっていこうと、まあ、ちょっとしね、ギミック的にとか、敵のね、強さ的にとか、まあ、しんどくなってきたらちょっと仲間を、ここでね、助けを求めてちょっとみんなとやると、うん、まあ、いう形でちょっとしばらくやっていこうと、まあ、いう感じですね。というわけで、じゃあスピンドルクラッチ1、クエストの方やってまいりましょう。話せる NPC とかいるのかな？プラクシン。プラクシン、ドゥアレ。お前はカバナント出身の者ではないな。ここで何をしている？まあそれは関係ないな。今は集められるだけの助けが必要なのだから。何をしているの、ここで？とんでもない間違いを犯した。何の変哲もない蜘蛛の巣の掃除と思ったが、そんなものではなかった。やむことのないささやきが人を狂わせる。私たちは脱出したが、指揮官のガーディアンスのハリームはまだ中にいる。なるほどな。何かできることある？戦士たちは疲弊しているが、君が洞窟に押し入り雲を掃除してくれれば、火を放って卵を潰せる。ガーディアンスのハリームがまだ生きているのなら探さないと。なるほど。とにかくささやきには構うな。頭がおかしくなるぞ。分かった、行こう。これは多分、準備はいいか。戦士ギルドの人たちだね、このいでたちを見る感じ、うん。で、今日はね、ちょっとね、装備の方、まあ、いつも使ってるね、前進する余計だ、まあ、凶暴な戦士セットという、この、ヘルラ要塞というクラグローンの試練で手に入る、まあ、セット。これ、重装だけども、DPS のね、セット内容なので、まあ、ソロで、ね、扱うのにとてもいい装備だと思うので、これとですね、もう一つ、この迫る苦痛セットというものを今日はちょっと使っていこうかなと思っております。これはどういうものかというと、まあ5セット集めると、まあ、ブリンク、チャージ、跳躍、テレポート、誘引アビリティで直接ダメージを与えると10メートル以内の敵を引き寄せると。で2秒後7メートル以内の全ての敵に、まあ、6473物理ダメージを与える。この効果は8秒ごとに発動し、武器ダメージ、呪文ダメージの高い方に比例して発動すると。で、ここ大事なんですよ。これはクラウドコントロール体制を対象に、適用しない。硬化している間、だからこの引き寄せで引き寄せた時に、クラウドコントロールを発生させて、まあ、相手にそういう、なんだろうな、足止めとかそういう効果が効かなくなるみたいなことがないと。まあ、いうことも大事なんですけれども、この、やっぱりね、引き寄せる、10メートル以内って結構広くて、あとこの引き寄せが8秒ごとにってことは、多分ね、引き寄せる、
集団を引き寄せる、セットの中で一番最速でリキャストする、うん、のでちょっといいなと。しばらくというか、まあこれを実はメインに引き寄せ装備として、まあ、今後使っていきたいなと思ってちょっと集めてたりとか強化したりとかしたんですけども、まあちょっとあんまり揃ってなかったんで他の使ってましたけども、まあいよいよというか、まあちょっとまあ、ね、強化もバラバラなんだけど、アクセサリーに関してはまだ青字ですしね、うん、まあでもちょっと物は試しにと、まあちょっと使っていこうかという感じでございますね。あと44分いけるな。よし、じゃあちょっと話してみようか。前進し続けなければお前が雲を一掃した後我らがあの汚い卵を燃やす。なるほど、私がだから先方だと、うん、ちょっとカメラ引くぞ。でここでこれ、なるほどね。ちょっとこれあれだな、どこで引き寄せた相手のところに寄せるのかな。ちょっと遠くから撃ってみようか。あ、そんな感じするな、うん、全く引き寄せてなかったし。多分だけどこれ遠くから引き寄せちゃった時はあんまりよろしくないんじゃない。こうこうこう、そうそうそう、うん、完全にだから引き寄せはトリガーでしかないね。もう引き寄せで使っちゃうと、遠くから引き寄せちゃうと、うん、集まらない。そうか、そういった意味では闇の収束とかの方が使い勝手がいいのかもしれないね、もしかしたらね。あ、ここじゃないんだ。無駄に旗叩き作ったの。まあ、これは最初のボスなんだけども、あんまり、まあ、気をつけるべきことは、皆の者こっちだ、まあ、気をつけるべきところはですね、まあ、そんな大したことないんですけども、自分のね周りにいた雲の死体とかをたまに吸いに行くんで、そうするとまあ体力がもりもり回復してしまうところがありますので、まあ、それをやりだしたらまあバッシュする、まあ、バッシュして止める。まあでもね、ノーマルであれば、まあ、ご覧の通り、そんなに気にしなくても倒せます。さて、ウィスパラーの歌第1節。こういうの読んでいきたかったんですよ。侵入者よ、私を恐れている。話をするときに聞いてくれる？私の話を聞きたい。私がもたらす恐怖を知りたい。闇の中でシルクの蜘蛛の巣をたどれば、探し物が見つかるでしょう。こんなこと書いてあったんだね。で、ご覧の通り、蜘蛛の巣燃やしていっているんですよ。戦士ギルドの連中が。うん。こんな感覚気づかないでしょ。パーッと自分でね、先行してしまうと。いるね、待ってる。敵倒すの。敵倒すのちゃんと待っている。あ、そうか。ちょっと待って、これさ、チャージでいいんだ。アホなことしてたな。チャージでいいんだから、別にさ引き寄せする必要ねえんだ。そうかそうか、ここちょっと別のスキルにしようかね。ここを灰の雲、これちょっとそのうちね、変異させて攻撃が、うん、相手にダメージが、ね、入るような、
変異にしたいんだけど。なるほどね、これでいいんだな、これでいいんだな、いいな。でも適当に戦ってりゃ集まるって。ああ、使い勝手いい。あ、これいいな。いいね。でもちょっとお待ちください、これ逆だな、こっちが灰の雲経験者だからこっちで欲しいね。さて第2のボス、スワームマザー、モンスターマスクになるやつだね。違う技入れちゃったけど、ビターン。巻いたか、いって、集まれ集まれ、引き寄せてやるから。これなんだ、あ、やってるわ、予兆全然見えてなかった。これは戦いやすいな。私のごちそう、ちょっと待ってね、これを灰の雲ね。頭がガンガンするわ。指揮官にまた会えることはあるの？ここ見れてなかったね。きっと大丈夫だ。頭の中のささやきを聞き入れてはいけない。楽しいことだけを考えるんだ。なるほど。前進し続けなければ、お前が雲を一掃した後、我らがあの汚い卵を燃やす。しばらくこれ言うね、きっとね。他に喋れる人ない。いないな。わあとか言ってる人。お、あ、空でした。宝箱かと思ったら空でした。ちょっとなかなかこの辺りしっかり見ていくことないんで。ね、これ人が。雲に絡め取られた。ああ、重い袋あるよ、ここに。はい、レクター、あ、レクター5個、ここもギルドの護衛だ。先発隊の人たちだね、これね。第2節じゃない、これやっぱそうだ。ウィスパラーの叩き節。月と多くのものの代わりに私の抱いた言葉を従順なものに囁いていた。彼らの心と体は全て私のものになり、音もなく降伏した。なるほどね。あ、箱があるじゃないですか。よし、そいつを使える酒場を探そう。こんなんじゃ飲めないよ。なんかさ、かすかにささやき声聞こえんだよね。わかるかな、これは多分ウィスパラーのささやきなんだと思う。全員殺せ、無慈悲に殺せ。昔はね、ここにね、プラクシンたちが来るのよ、ここまで一緒に。で、ここで
今ね、全員殺せみたいなこと言ってたでしょ、ウィスパラーが。この声で、プラクシンたちが、操られてしまう。で、今まで一緒にね、ここまで来てたプラクシンたちが一斉に襲いかかるの。冒険者たちに。で、そこでプラクシンたちと戦いになると。で、殺してしまわざるを得なくなるんだと。だから、プラクシンが、まあ、そう、これ言ったらネタバレなのか。まあ、今後、ね、どういう展開になるのか。っていう感じでなんでございます。まあ、でも、ここまで言ったらわかるか。まあ、殺してしまうから、出てくるんですよ。プラクシンが、ここで。ウィスパラーの歌第3節。でも、なぜ心の中で彼らは囁く。話すことすらできない。私は事態を知った者の悲しみをあおあざけるか。破滅し混乱した、弱き者。なるほどね。なんかもうこれが操られた先発部隊ですね。これはいいね。もちろん闇の種族も同じね、この殺到の、まあ、地面にね、置いていく AOE のおかげで発動するんですけど、なんかね、ワンテンポあるんですよ、闇の種族って。ディレイが1秒後に引き寄せるから、これもう一瞬で来るでしょ。あ、ウィドウメーカーセリセ、これがボスです、ここの。実際に起こるまで負傷した。何もないわ。ピオ、何かあるか。あ、今回もか。そうだった、忘れてたな。気をつけないと。何もないかな。重い袋とか宝箱とか読み物とか。ウィドウメーカーセリセはどっちなんだろう。ウィスパラー側にもともといたのか、それとも、いや、そんなことないよな。全員ね、堕落してるな。それはシチュー鍋じゃないわ。彼女を前に連れ出せ。火を放て。狩猟を。はい。ね、だから引き寄せ食らってても、次の8秒後の引き寄せに範囲内にいればかかってくれるんですよ。だ、次へ次へ持っていけるっていうことね。これすごくない？これすごいよね。ちょっと待って、あー忘れてきちゃったかな、風神。あー、あるある。炎に変えようと思ったんだ。メリール、あなた、あなたは正気を保ってる。ささやきにも影響されないの？そのようだ。何があった？あなたが倒した人たちのこと？そうだ。彼らは私の仲間だった。うん、ここに来るまでは。この場所、あのささやき、そのせいで仲間がおかしくなってしまった。正気を保っていた数少ない仲間は捕らえられ、こうして吊るされた。吊るされたといえば、私を降ろしてくれない？なぜあなた他のみんなと違って正気を保っているんだ？メリディアが私を守ってる。私はデイドラに対抗する彼女の大義を信じるわ。だから私には彼女の加護がある。あ、そういうことなのか。へえ。まあ戦士ギルドのパトロンっていう形だからね、メリディアが。うん、あのささやきはデイドラによるものと思っているのか？確信はないわ。ただそんな気がするのよ。
ここで何が起こったの？あなたが倒した人たちのこと。ごめんなさい、わかった、降ろす。同じこと聞かされるとこだった。種と脾臓にかけて居心地は良くなかったわ。尻尾の感覚がない。あら、ちょっと休んでな、そこで。なんか売れたな、今。こういうところとか全然見たことないんでね。こういうところに宝箱とかあったりしたら面白いんだけどな。ないけど。何か聞こえなかった？何か聞こえたか。それは私だ。彼女の命において。あー、呼ばれた。今度こうなるんだ。なんて。マーチングアップ。おう、パウロ。彼らを殺したのか。彼らは友人だったのだぞ。己の手であのイカれた連中を倒せばよかった。彼らを殺してほしいのか。奴らが私にしたことを見てみろ。私の知っている奴らはもういない。サクラン以外は何も残っていない。サクランと、そしてささやきの意志だけだ。あんたも影響を受けてないんだな。そのようだね。メリディアを信奉しているからね。そいつはいい。あんたはついてるな。このクモの巣を取ってくれないか。わかった。なんて数の愚か者。準備はできてる。ごめん。私も危うくその一人になるところだった。バスティアンとよく話しちゃうな。この状態じゃお前の役にはあまり立てそうにない。行け。ここに置いていってくれ。他にお前の助けが必要な者たちがいるだろう。もしレッドガードのスドハリームというものを見つけたら、私がここにいることを伝えてくれ。ここで彼の命令を待っているとな。なるほどな。手伝い、この怠け者エルフ。なんだよ、失礼なやつだな。ならこうしよう。戦士ギルドの古くからの秘密が役に立つかもしれない。ほら、これだ。なんだ。血のため、栄光のため、力と権力のため、私たちギルドは戦い続けるだろう。善か悪か、昼も夜も、私たちギルドは戦い続けるだろう。報酬が割に合う限り。それはお前がつけたろ、その最後の一節は。ちょっと待って、何これ。戦士の恩恵、インクレースアーマーバイ559 for 2 minutes。2分間ぐらい559硬くなっちゃうよっつって書いた。この状態じゃ。なんであなたは皆と違って正気を保っていられるんだ。あいつらはメリディアに使える誓いを立てていない。やっぱメリディアが守ってくれてるな。メリディアはデイドラとアンデッドの呪いから信徒を守るんだ、うん、なるほどな。なんとなく分かっていたけども。つまり私たちから彼女を奪おうとしていると。そういうことだったのね。じゃあ何かしらのデイドラ対メリディアの構図なんだと。これは応接前へようこそ。いや、これはいいな。何かあるか。もう何なの。お前何なの、いつも。俺アイテム拾いたいんだっつの。お前と話したいわけじゃないんだよ。ありがとうな、バスティアン。いいね、いいところに住んだわ。彼女のエイトを知りなさい。何気にこの7000いくつも意外と効いてくるね。集めるだけじゃないじゃない。あの2秒後にダメージ与えてくれるじゃん、確か。
で2秒後に7メートルになる全ての敵に9264。これいいなあ。あとやっぱりこの2セット3セット4セット目がね、あのスタミナ向けの性能だからね、スタミナビルドであればやっぱこっちの方がいいわ。闇の収束よりも間近ビルドだったら多分あっちの方がいいだろうね。血と真偽にかけて本物なのか、聞こえるか、下ろしてくれ、お願いだ。大丈夫か、あなたにはささやきが聞こえないのか。俺は呪いを逃れた偉大なるメリド・ヌンダの加護のおかげだ。なるほど。ささやき、聞こえる。だが虫がブンブン飛んでいるような音がするだけで、私と同じだ。頭のおかしな男の声には聞こえない。頭のおかしな男は前じゃないのか。ちょっと待ってくれ。血と真偽にかけて本物なのか。本物だ。聞こえるか、下ろしてくれ、お願いだ。聞こえているよ、助けよう。上神のパパの祝福を、友よ。もうダメかと思った。下ろしてもらえるか。分かった。ああ腕が折れた。急に憎たらしいささやき。さっきまで大丈夫だったんじゃないの。父よ、スノハリームよ。父はこの近くにいる。俺を呼んでいる声が聞こえた。少なくともそう聞こえたと思う。あれはささやきの声か。やはり彼らに影響されているのかもしれないな。立て、父上を探しに行こう。もちろん俺もそうしたい。だが体が弱っている。ここにあまりにも長く囚われていて、まともに頭が働かない。なるほど。先に進んでくれ。ささやきを止める方法を見つけてほしい。だが行く前に渡したいものがある。戦士ギルドからの祝福だ。お、さっきのやつか。血のため、栄光のため、力と権力のため。さっきのやつだな。私たちギルドは戦い続けるだろう。善か悪か、昼も夜も私たちギルドは戦い続けるだろう。報酬が割に合う限り。合ってんだ、最後の一節も。あのファウローがつけたもんだと思ってたわ、あの。なるほどね。確かに報酬は大事だ。見合う限り戦い続けよう。おはよう、知らぬ生物たちめ。来た。私に従わないというのか。ここが皆殺しにしてやる。ここが私のスクショポイントです。ちょっと待ってね。ちょっと横にずらして。ちょっとカメラ位置。いい絵だな。これがスピンドルクラッチだ。いいぞ。操られてる割にはあれなんだね。話普通にしてんだね。彼らは。飲んでるかーとか、とか。楽しそうだな、なんだ。いいのかな。ほっといてやったらいいんじゃないか、これ。マイカ、じゃあ行くよ。ね、ご覧の通り一番後ろにいるウィスパラーがこのスピンドルクラッチ1の、ラスボスでございます。よし、行くぞ。燃えろ。よいしょ。よし、いらっしゃいよ。もういないぞ。あ、まだいたわ。全部倒すと出てくるんだけども、先に触って呼び出しちゃっても構いません。やりすぎたとは思わないか。もっちゃいない。これが妥当だ。なんだ、なんていうのがね、相手の攻撃が来る、まあアドオンなんだけどね、これね。あ、もらっちゃった。うまく避けれたでしょ、あのカーンって。避けれたね。
もらわずに済んだ。はい、マグシュ痛い。はい、オッケー。祈りの盾を解除した。祈りの盾ってこれあれじゃないの、ウィスパラが話しかけてくるみたいな盾じゃないこれ。違ったっけ。ちょっと装備してみよう。違うっぽいな。あ、普通に祈りのショールの盾だもん。なんかユニークアイテムじゃねえわこれ。戻そう。マスターのこと、ね、よし。というわけでボスを倒しましたので、最後ガーディアンスとハリームに話を聞くと。ちょっと待ってね、ね、巻物使っときたい。これでね、経験値、スキル経験値も多分たまにもらえる。それは悪夢だった、悪夢だったんだ。ブラクシンと彼の分隊が囁きに退縮した。本当にひどい気分だ。戦士たちが受けた仕打ち、私への仕打ち。ぐっすり眠れることはもうないかもしれない。ありがとう。もしお前が来てくれなければ、いや想像さえしたくない。命を救ってくれた今、考えることがたくさんある。次の遠征に出向く前に休息を取ろう。戦士ギルドはお前に借りがあるのだ、友よ。あれは一体何なんだ。怪物だ。オブリビオンの最も暗いところから来た下劣な獣に間違いない。どうやって来たかは想像がつかない。それになぜ兵士たちを攻撃するのかもわからない。なるほど。ここ合流しないのかな、他のメンバー。命を救ってくれた今、うん、考え、あんま変わんない。ちょっと他のメンバーにちょっと声かけてみよう。あとはお前の父上を見つけたぞ。父よ、スノハリームよ。父はこの近くにいる。俺を呼んでいる声が聞こえた。私の声は聞こえていないようだ、彼に。まだでもなんか聞こえるな、ささやき声が。大事なものは倒せてないんじゃないのか、もしかして。あとここ乗れます。で、ここにたまに宝箱あるんで、ここね、逆サイにあることもある。まあ今回はなかったと、うん、いうことでございますけれど、というわけでスピンドルクラッチ、あ、ちょっと待って、これね、あ、倒れちゃダメだ。いいね。いいスポットライトだ。というわけで、スピンドルクラッチ1いかがでしたでしょうか。